おはようございます。千葉県柏市、深川の入ったところの、荒木水、荒木なんだけど、まあこういう水道がある釣りに来ました。釣れましたか？何も釣れないです。何も釣れず、そうそう、座って釣りしてくださいよ。寒いで釣りに来たんだからね。え、今日はドボンだね。皆さんドボン釣り頑張ってます。どうぞ座って釣りをしてください。さっきも食べたんじゃないの？うん、あれほら、あれほっぽつくと竿持ってかれちゃうよ。でっかい声がいいからね。あ、ここいるの？いるよ。あ、そうなんだ。いるんだ。私はあっちの方でやってます。赤ちゃんの輪骨ぐらいの、うん、でさ、ポンってやるとパツッとしそうなのじゃん。あ、ほんと、うん。ジェミさん、早くこの網を使いたいですね。わからないです。私え何もわからないです。何もわからない。初めてやってますこれ、うん、ちょっとあの振り込みしてくださいよ。どうえ何もほら、うん、餌もついてないじゃん。もうとっくに取れちゃってる餌。頑張って。こっち逆光だな。でもここはあれだな、ちょっと高いね。はい、餌付け終わりましたか？はい。え、餌そんなでかいのつけてんの？なんかでかいのつけろって言うんだもん。言ってないよ俺。その半分でいいよ。その半分？うん、まだまだもうちょっとちっちゃめに。肉まんじゅうじゃねえんだからよ。じゃないよ、わかんないよ私。さあ、地元の名手マサ君、サスケとも呼んでいる僕の大先輩です。今日は1枚釣れないと、釣んないと帰れないからね、うん、あれマサ君両グル？うん、バラ系？うん。ああ、そっか。一味さん早く。あ、ま、一個で餌つけるのに何分かかってんのよ。もうね、ヘラブナ釣りは、あの手返しがね、早くないとね、釣れないんだよ。頑張ってよ。先にグルテンをくるくるって丸めて、針を上から刺せばいいんだよ。うん。うん。
で見てこれ、え、どれどれ、そんなでかいの。まあ今いいよ、でかければでかいのすれかもしれないから。はい、それで、はい、餌付け完了。はい、これから振り込みですね。慎重にやってよ、頑張って。あのね、振り込むとき、そこのほら、あの、黒いとこ、違う、黒いとこあるじゃん、あの、なんだっけ、寄り戻しんとこ、ちょっと黄色いやつの下、うん、そこを持って投げてごらん。その、あと重りを持ってね、重りを持ってヒューって投げれば飛ぶと思うよ。そうそう、はい、ほら、いった、よし、オッケー、うん、大丈夫。上手じゃん、やるね、さすが千恵美さんです。今日初のヘラブナ釣り、千恵美さんです。まさくんです。すいません、じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。この辺に私がヘラブナを持っている丸い写真が出ますので、そこをポチリとしていただくとチャンネル登録できます。本日ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。いいねマークと、よかったらコメントもよろしくお願いします。それではポチッとしますね。ポチッ。